私が世界地図と言ったら、皆さんの頭にどんな地図が浮かびますか？世界地図、まず国の名前がある地図じゃありませんか？ところが実は世界にはもう一枚地図があります。言語地図ですね。世界でどんな言語が使われているかという地図ですが、これはいわゆる国の地図と同じ場合もありますけれども、全然違う場合もありますね。例えばスペイン語一つを考えてみても、スペインとメキシコではかなり離れている。でも両方ともスペイン語が話されているわけですね。それではパネルをご覧ください。世界言語地図、こうして色分けされているのを見るとどうですか？どこが一番多いですか？これは残念ながら色が書いてありませんけれども、この印欧語族というのが一番多いんですね。印欧語族、印欧語族、ここにもあります。印欧語族、印欧、印欧、ずいぶん印欧という言葉あります。こちらにもありますね、印欧。実はこれはインド、ヨーロッパ語族というんですね。世界で話しては約20億人と言いますから、世界で一番最大の語族でしょう。150の言語がこの中に入っていると言われています。その印欧語族も大きくいくつかに分けられます。まずインド・イラン語族、このインド・イラン語族の中にもインド語とイラン語に分けられるわけですね。それからスラブ語族、スラブ、要するにブルガリアとか、それからスロバキアも入りますね。チェコスロバキアからポーランド、ロシア、この辺がスラブ語族です。ですか？それからイタリック語族、イタリア語、スペイン語、それからポルトガル語、フランス語、ルーマニア語、この辺も全部インドヨーロッパ語族の中の一つです。そしてケルト語族、アイルランド語、スコットランド語、それからウェールズ語、ウェールズよろしいですか？イギリスのウェールズですね。ブルトン語、ゲルマン語族、アイスランド語、ノルウェー語、スウェーデン語、デンマーク語、ドイツ語、オランダ語、英語がもちろん入ってゲルマン語族ですね。実にたくさんの語族に分けられます。それからその次ですね、セム語族、それからハム語族というのがあります。ですか？東セム、これはアラビア語とかエチオピア語ですね。この辺にセム語族、ハム、セム、ハムと入ってますね。よろしいですか？それからハムの方ではそうですね、エジプト語が入って、それからリビアの言葉ですね。この辺のがハム語族になります。次はウラル語族ですね。フィンランド語、それからラップ語なんていうのもありますね。ハンガリー語、それからアルタイ語族。アルタイ語族は日本はそのウラルアルタイ語のアルタイ語族に入るんじゃないかと言われてるんですが、まあ日本は無色ですね。一応今孤立した言語ということで何も入ってないことになってます。このアルタイ語族、ここですね、アルタイ語族、これはトルコ語、それからモンゴル語、満州語、それからそうですね、オロチ語なんていうのも入りますね。次、シナ・チベット語族、よろしいですか？シナ・チベット語族です。これは中国語派の北京語ですね。北京語、それからその北京の諸方言、チベット語、ビルマ語がこの辺に入ります。この辺ですね。ですか？シナ・チベット語族です。それからマライ・ポリネシア語族というのがあります。まずインドネシア語派の方のインドネシア語、この辺ずっといいですか？この辺の島々全部入りますね。でインドネシア語、マライ語、ジャワ語、タガログ語、メラネシア語派の方はフィジー語、それからミクロネシア各島の言語は全部そこに入りますね。ポリネシア語派がハワイ語、タヒチ語、サモア語、それからですね、ここにオーストラリア諸語とありました。
これはまあオーストラリアとかアジアの言葉ということで、ここは諸語と分かれたのはまだその語族というほどですね、このシナチベット語族というほど研究が進んでなくて、その祖語が同じであるということが分かってないんですね。それから今度アフリカ諸語の中にはここですね、このグリーンの部分ですが、スワヒリ語、ズール語、スーダン諸語、それからホッテントット語などが入ります。今度こちらに行きましょう。アメリカンインディアンの言葉、アメリカインディアン諸語ですね、エスキモー語とかアメリカインディアン諸語が入ります。それからですね、ドラビダ語族、ここ見えるでしょうか、ドラビダ諸語というのがありますね。これはタミール語、今問題になってますね、政治的に、タミール語が入ります。それからコーカサス諸語というので、グルジア語とかコーカサスが入りますね。それから孤立した言語として、まあ、アイヌ語が考えられるし、まあ、朝鮮語とか日本語もこの辺ですね、孤立した言語ではないかと言われています。このように地球上にはたくさんの言語があるわけですね。そしてその言語ですけれども、一体どのようにしてそのこういう区分ができたのかということが気になるところですけれども、もちろんその私たちの社会生活とか文化生活がある程度同じであるところが、同じ言語を話すと言えないこともない、この辺は一応難しいんですけれども、どんなふうにこんなふうに言語が分かれてきたかっていうのは、現代社会の、そうですね、例えば植民地であった、かつて植民地であった、あるいはその植民地になって元の言語がなくなってしまったとか、いろいろな理由があるんですね。そして第二言語が追放された、あるいは元の言語が生き残って新しく来た言語が、そのなんていうのかしら、その元の言葉と一緒になってしまったとか、いろいろな理由があるようですね。でまずアメリカから見てみたいと思うんです。でこのアメリカですけれども、アメリカの場合はアメリカインディアンの言葉がまず土台にあったわけですね。で16世紀になってこのインドヨーロッパ語が入ってきた。ですからこの現在のアメリカっていうのは、インドヨーロッパ語とそれからアメリカインディアン諸語とが両方で分け合ってると言ってもいいかもしれませんね。でまず、まあ、大きく分けると北方地帯と大西洋の島々、そこでは英語、フランス語、スペイン語が多く話されています。スペイン語というのはアメリカンインディアンの言葉に対応しているものですね。ここを見てください。この南アメリカの方はほとんど陰欧となってますね。この陰欧というのは、この中でブラジルはポルトガル語なんですね。ポルトガル語を話す人は6400万人と言われていますが、それを除くとこのラテンアメリカ全域でスペイン語がその国々の公用語になっています。そしてこのアメリカンインディアン諸語なんですが、現在まあアメリカンインディアン少しずつ減っていると言われていますね。それに2つの言語を話す人たち、バイリンガルの人たちも非常に多いので、そのうちインディアンの言葉もだんだんなくなっていくのではないかと思われています。では次はアフリカを見てみましょう。まずこのアフリカを見て考えるのは、まずそうですね、植民地の歴史ということが頭に浮かぶと思うんです。で植民地の歴史ということから考えると、このグリーンのアフリカ諸語が非常に大きいのはちょっと意外に思われるんではないでしょうか。その辺なんですけれども、まあ、19世紀になってからアフリカはイギリスやスペイン、フランス、イタリア、ポルトガルにも、まあ、占領されて分割されたわけですね。でもその分割されて、そういう植民地支配の中でそういう言葉がアフリカの中に浸透したのかというと、そうでもなかったようですね。というのは、実際にそういう植民地の言葉が支配したのは都市部に限られていたようです。で都市中心ではまあそういう言葉が話されていたかもしれないけど、その都会を離れるとヨーロッパのそういう言葉を話す人たちというのは本当に少なくて、このアフリカ諸語を話す人が多かった。だから例えば都市にちょっと住んだことがあって、例えばですよ、スペイン語を覚えたとしても、また森の生活に帰ったらそういう言葉は忘れてしまう。そしてこの中で面白いのは、この辺セムハム
ハム語族、ここにもセム語族、ハム、ハムとありますね。この辺なんですけれどもね、これは北緯15度の北に位置するところ、まあ実際には地中海の海岸全体ですね、それから大西洋海岸地帯、それからサハラとかスーダン、それからエチオピアの一部、この辺がまあこのセム・ハム語族だろうと言われています。それではアフリカ諸語にはいくつぐらい言語があるとお考えになりますか？だいたい800から1000ぐらいだそうです。大変な数ですね。それでは次はアジア・オセアニアに面を転じてみましょう。アジアのことで一番皆さんの頭に浮かぶもの、それは人口の多さではありませんか？このアジア、10億5000万の人々が暮らしているということですから、10億5000万の人々が何か言葉を話しているというわけになりますね。さて、その言葉ですが、まず大きく分けると2つに分けられると思うんです。まず1つですが、要するに農民、それも定住農民と言ったらいいでしょうか。同じところに暮らして畑を耕し、その耕したものを実らせて食べている人たち、その定住も農民たちのまとまりですね。それはシナ、チベット語族やインド、イラン語族と言われています。それからもう一つのタイプは遊牧民や狩猟民のタイプなんですね。要するに、そうですね、遊牧民ですから放浪する、一箇所にいないで移動していく人たちですね。そのタイプと言われています。で、その、遊牧民や狩猟民が話すのはアルタイ諸語やシベリア諸語だということです。そうすると私たちの日本語もアルタイ語の一つではないかと言われていますけれども、この遊牧民、砂漠の民と同じ言葉を話しているということかもしれませんね。さて、そのアジアの言語の数ですが、アフリカの言語の数と同じぐらい多いのではないかと言われています。大きく分けると9つに分けられます。ここではその9つは、言わないでおきましょう。大変細かく分類されています。それから今度はオセアニアの方です。オセアニアですが、オセアニアの中でも特に気になるのはオーストラリアとニューギニアです。この2つは全然違うブロックなんですね。言葉が全然違う。まずオーストラリアというのは、オーストラリアですね、オーストラリアというのは一番初めは原住民が話してた言葉があったわけですね。でもイギリスによって植民地化された。そうすると現在のオーストラリアはほとんどの人が英語を話します。99% までが英語を話すと言っていいでしょうね。オーストラリアの言葉は228ぐらいあって30ぐらいに分けられると言いますが、99% の人が英語を話すということで、ここのパネルにもあるようにオーストラリア諸語を英語と考えてもいいかもしれません。ところがニューギニアは状況が全く違うんですね。原住民が多い、280万人ですね、原住民がいると言われています。この広い土地から考えれば280万人というのは日本のことを考えてください、大した人数ではないかもしれませんけれども、その人たちは原住民で、そしてその民族の人たちはそれぞれのなんとか氏族ですね、要するに氏族の形をとって密林とか山などで生活しているわけですね。で、この人たちはそうですね、それぞれやはりそのオーストラリア諸語の中に属する言葉を話していると言われます。さあ、アジア、そしてオセアニア、たくさんの言葉がやはり話されているわけですね。では次を見てみましょう。こうやってヨーロッパを見回してみると、一つの語族、インド、ヨーロッパ語族が占めていますね。これは非常に面白いことだと思うんですが、まず面積をこのアジアと比べてみましょう。どうですか？ヨーロッパの全体がアジアの4分の1ぐらいにしかなりませんね。面積は狭い。その中にたくさんの国がひしめいているわけですね。
そして言葉はインドヨーロッパ語族が代表的である。では一つずつ見てみましょうか。まずそうですね、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、この辺を見るとラップ語というのがありますね。これはフィン・ウガール諸語というんですけれども、このラップ語約3万5000人の使用者がいます。そして次、コーカサス地方に行ってみましょうか。ここではこのコーカサス諸語だけで一語族と言えるぐらいですね。この黒海からカスピ海ですね、ヨーロッパ、アジア、ソ連、トルコ、その辺まで行くグループ、だいたい30万5000人の人が話しているそうです。では次ですね、今度はイタリック語派です。まあロマン語派も含むと考えていいかもしれませんね。その中では12の全く違う言語が区別されています。まずイベリア文派というのですが、イベリア半島からずっと行ってポルトガル語、スペイン語ですね。でポルトガル語というのは先ほども話したようにブラジルの国語でもありましたね。それからですね、今度スペイン語の話にしましょう。スペイン語は今1億4000万人の人々がこのスペイン語を話しているということです。でそのうちどのぐらいの人がスペインにいると思いますか。このヨーロッパのスペインですよ、2700万人しかいないそうです。ですから1億4000万人のうち2700万人だけがスペインにいて、他はそうですね、中南米にいるわけです。それに他にもスペイン語を話す民族、例えばですね、フィリピン人でも50万人ほどがスペイン語を話すそうです。それからフランス語ですね、フランス語約5000万人の人の言語です。もちろんフランス以外でもカナダ、特にあのケベック州、今問題になってますね、独立で。そのケベック州でもフランス語が使われてるし、ベルギーでも400万人の人がフランス語を母語としているそうです。では次ですね、イタリアですね。イタリア語だいたい4900万人の人が話している。そしてイタリア語はですね、もちろんイタリアの全半島、シチリアとか、それからサルディニアも含みますね。それから国境を越えてスイスやユーゴスラビア、隣の国のフランスでもイタリア語が話されている。それからあのアメリカでもですね、イタリアの移民が多いんですね。だからイタリア語のグループというのがあって、その人たちは英語ができなかったりするんですね。で、まあ先ほどもちょっとバイリンガルの話しましたけれども、バイリンガルでイタリア語を話しているグループがアメリカにもいる。このアメリカ合衆国には300万人以上のイタリア語のグループがいると言われています。アルゼンチンにも130万人、ブラジルにも50万人ですね、イタリア語の話者がいるそうです。イタリア語、それから今度はスラブ語に行きましょう。バルト海ですね、それからアドリア海に面するトリエステまでのところですね。ヨーロッパの随分広大な部分に広がっていますね。まずこのスラブ語ですけれども、これはですね、中心部が東西にこう走っていて、ハンガリー語とルーマリア語で分断されていますね。それがスラブ語。それからロシア語です。ロシア語はたくさんの使用者がいるんですよ。1億3600万人もいるそうです。このスラブ語派の中では一番重要な言語ですね。それから今度はポーランド語、まあポーランドに約3200万の人が住んでいるということです。まあヨーロッパやアメリカにもポーランドからの移民がいて、400万人もいるということですから、まあ大きな移民集団と言えるでしょうね。次、チェコ語とスロバキア語、私たちはチェコ、スロバキアなどと言いますが、これは一つの言語ですね。次はヨーロッパの中の英語を話しましょう。英語はもちろんあのグレートブリテンと言われるところですね、イギリス、大ブリテンと、それから北アイルランドでも英語が話されていますね。これは5500万人ぐらいの人が話しているそうです。がドイツ語、ドイツ本国と、それからオーストリアですね。ドイツ本国では7000万人の人が話し、オーストリアでは700万人の人が話している。それからネーデルランド語、ネーデルランドというのはオランダのことですね。
約1200万人の人がネーデルランド語を話している。それからベルギーでも約500万人の人がオランダ語、ネーデルランド語を話しているそうです。さあ、ヨーロッパ、たくさんの国でたくさんの言葉が使われている。でもそれらの言葉は一つのインド、ヨーロッパ語族になるということでした。世界の言語、いかがでしたか？皆さん、ロゼッタストーンって見たことありますか？今はイギリスの大英博物館にあるんですが、私はそのロゼッタストーンを見たとき、思わず立ち止まってしばらく眺めてしまいました。3つの文字が書かれている大きな花崗岩なんですね。一番上にはそのエジプトの、神官文字というんですか、神の官の文字、神官文字が書かれていて、真ん中にはやはり象形文字なんですが、その頃の民衆が使った文字が書かれていて、一番下にはギリシャ語の文字が書かれている。で、これを見つけたのはナポレオンの部下だそうです。アレキサンドリアというところに遠征して、そしてある三角州のところでその石を見つけて持って帰ったんだそうです。で、ナポレオンはそれを今度はイギリスのネルソン将軍に献上したわけですね。そして今イギリスに飾られているわけなんですけれども、その頃解読できた文字は一番下のギリシャ語の文字だったんですね。で、ギリシャ語の文字から上の象形文字を解読することに成功した。その話を聞いてなんだか胸を打たれてしまいました。ああ、この文字が分かって、そして上の意味が分かったのか。象形文字というのは実に分かりにくい字ですね。そしてこういうふうに分からない字を解読していくのは文字論の分野なんですが、先ほど皆さんにお話しした世界の言語も、この場合は音韻の変化とか文法の変化、語彙の変化が含まれるわけですが、このようにしてやはり齟齬を再建していくわけですね。このパネルですが、まず左をご覧ください。まず意味が書いてありますね。手、父、母、に、長い、持つ。右にずっと見ていきましょう。英語、オランダ語、ドイツ語、デンマーク語。まず手のところから、ハンドハンドハンド、これもハンドでしょうね、おそらく。父、ファーザー、オランダ語では何て言うんでしょう、バーダーって書いてありますね。ベイター、ファーダー、発音は違ってもお許しくださいね。母はマダーで、マーダーで、マターで、マダー。にはトゥー、これは何でしょうね、やっぱり TWEE ですね。ツワイ、ドイツ語は多分ツワイでしょうね。デンマーク語はトゥー。それから長いはロング、ラング、ラング、ラングですね。持つはハブ、ヘブン、ヘブン、ハブ。どうですか？この4つの言葉、非常に似ていると考えられませんか？まあこの中で1つぐらいだったら似ていても不思議はないんですが、こういうふうに音も意味も全く似ているとなると偶然の一致とは考えられませんね。偶然の一致でないとしたら、まあおそらくこの元の言葉は同じだったのではないかと考えるのが自然だと思います。こういう考え方ですね、まず齟齬の再建と言いますが、18世紀の後半にウィリアム・ジョーンズという人がサンスクリット語、ギリシャ語、ラテン語、そしてゴート語、ケルト語、それから昔のペルシャ語ですね、このような言葉が同じ、言葉ではなかったか、齟齬は同じではなかったかという説を立てました。そして19世紀の後半にはシュリャイヒャーという人が、今のインドヨーロッパ語族の祖語としてシュリャイヒャーの系統樹、これは木のように言葉がこうなってるんですけれどもね、系統樹というものを作りました。この系統樹はドイツ語とかスラブ語、ケルト語、イタリック語などずっと一つの系統であるということで、現在ではこの考え方は支持されない向きもありますが、この齟齬の再建ということにはこのシュライヒャーが大きく貢献したと思われます。で、この系統樹、先ほどの世界言語地図の時覚えていらっしゃると思いますが、何々語族というのがありましたね。あの中で語族とはっきりしているもの、かなりその齟齬が確立されているもの、齟齬がはっきりしているものなんですが、中には語族と入らないで、他の語群なんかもありましたね。齟齬がまだはっきりしないものもあります。
ところで日本語はどうでしょうね。日本語はウラルアルタイ語と言われていますね。ウラルアルタイ語は一体本当に祖語は何なんでしょう。まずそのアルタイ語の性格なんですけれどもね、語頭に子音が2つ来ないと言われています。日本語は語頭に子音が2つ来ませんね。子音が1つ来たら必ず母音が来る。だからこの辺はアルタイ語の性格に当てはまると思うんです。それから膠着語である、これももちろん日本語の性質でしたね。そのようなこと、まだその他にもアルタイ語の性質として、動詞は文末に来る、文の終わりに動詞が来る、これも日本語と当てはまりますね。それからラの音が最初に来ないという規則もあります。まあ今の日本語でラの音最初に来るものありますよね。でもこのラ、例えばライオンがゾウを食べたなんていうふうに考えてね、ラが最初に来たとしても、ライオンっていうのは外来語ですよね。ですからラが最初に来る音というのは外来語か、あるいは漢語ではないかと考えられます。そう考えるとこのアルタイ語の性格に当てはまるんですね。ですからまあ日本語の祖語はアルタイ語ではないかというのも一理あるんではないか。でもあの世界言語地図の中ではまだ真っ白でどこにも属していませんでしたね。これからだんだん祖語が見つけ出されていくところだと思います。言語というのはお互いに接触して変化することがあります。どんな場合に言語の接触があるのか、まあ、2つの方法が考えられると思います。1つは通じ的な方法、通じ的な接触、覚えてらっしゃいますか。通じと教授という概念、通じ的な接触というのは、まあ、歴史的に見てこう流れがある場合ですね。教授的というのは一つの時を止めてその時にどんな接触があるかというところですね。で、通じ的な接触というところではちょっと面白い例があります。パネルをご覧ください。まずこのパネルですが、ケルト人ガリア語となってますね。これは BC400 年ぐらいのことです。北イタリアにまずケルト人が侵入します。そしてアペニン山脈の東部を占領するんですね。いいですか。そして地中海、ピレネー、大西洋、ライン川に囲まれた地域をケルト人が支配するようになります。そしてその頃ケルト人が話していたのはガリア語という言葉でした。そして BC58 年になるとローマにあの偉大なジュリアス・シーザーが現れるんですね。そして現在のフランス全土はローマの属領となります。そうするとケルト人が話していたガリア語はローマのジュリアス・シーザーによって占領されて、そしてローマ帝国のラテン語に変わっていくわけですね。で、しばらくラテン語の時代が続きます。そして今度は AD500 年です。AD500 年になるとこのゲルマンの侵略と書きました、ゲルマン民族が侵略してフランク王国を建設するんですね。ですからローマ帝国がだんだん力をが衰えていって、そしてゲルマン民族によって侵略される。そうするとラテン語はこのゲルマンの言葉に取って代わる。で、この頃のゲルマンの言葉というのはフランク語という言葉だったんですね。ところがこのフランク語という言葉、文法的にはその侵略したフランス語よりも劣っていた。ですからこのフランク語、元来征服した民族のフランク語を使うはずだったんですが、フランス語の方が優れていたために征服した土地の言葉を使うようになった。ですから現在ではフランス語が使われるようになった。まあ、ですからケルト人ガリア語からだんだんに来て、そしてローマ帝国ジュリアス・シーザーによって占領されラテン語に変わる。そしてそのラテン語の地域が今度はゲルマンの侵略を受ける。元来ならフランク語を使うはずであったが、優れていたフランス語が使われるようになったということですね。そしてこれは現在のフランス語の元になっているということです。征服された民族の言葉はだんだん消えていく。でも時によっては征服された民族の言葉が残るということもあるんですね。通じ的な言語の接触の変化の方法でした。それでは教授的な場合というのはどんなのがあるんでしょうか。
例えば現在のイギリスを考えてみましょうか。あなたはイギリス人？と聞くと、いや、僕はスコットランド人だ。スコットランド語を話すからね。なんて言われます。私たちから見ると、まあ同じイギリス人だと思うんですが、彼らは誇りを持ってウェールズ人だとかスコットランド人だとか言いますね。ああいう場合はスコットランド語と英語が共時的に接触していると考えられるかもしれません。そしてバルカン言語圏という言語学者にとっては好材料のところがあるんですが、アルバニア語、セルボクロアチア語、ルーマニア語、ギリシャ語、マケドニア語、ブルガリア語、これらの言葉が中世以来同居し合って、そしてお互いに音韻的にも語彙的にも影響を与え合っているというところもあるそうです。言語の接触、通じ的な面と、そして共時的な面、お分かりになっていただけたでしょうか。日本語を外国人に教えているときに、外国人のいろいろな間違いに気がつきます。そしてその間違いは必ずしも起こってはいけない間違い、つまりその間違いは彼らの言語から来た間違いじゃないかと思うことがよくあります。つまり例えば彼らの言葉ではこういう文法構造だったからこういうふうになってしまった、あるいは自分たちの言葉ではこういうふうに言うからこうなってしまった、そういう例がたくさんあるんですね。もっと具体的にお話ししたいと思います。これは結局母語、彼らの母国語ですね、母語が干渉してこういう間違いを起こしたんだと思うんですね。では具体的な例お目にかけましょう。私は食べた昼ご飯。なんだか本のタイトルみたいですね。私は食べた昼ご飯。一体どこが問題なんでしょう。これは語順の問題なんですね。私はの次に食べたと動詞が来てしまってる。そして昼ご飯が最後に来ている。ですからこういう語順、例えば私は主語が来て、それから動詞が来て、そして最後に目的語が来る、そういう母語を使う学生たちにとってはこういう文章間違いでも何でもないんですね。ところが日本語の場合は述語が最後に来る、動詞が最後に来るわけですね。でこういう間違い案外多いんですよ。で私たち聞いてるとなんかおかしいと思いますが、彼らにとっては動詞が最後に来るというのが頭にないと平気でしてしまう間違いなんです。では次の例を見てみましょう。私が今日会うの人は随分変わっていました。私が今日会うの人は随分変わっていました。これは中国人の間違いなんですね。で中国語では連帯修飾文では非修飾語ですね、非修飾語の前に敵という言葉をつける。この場合は会う人ですね、会う人、この非修飾語の前には敵という言葉をつける。その敵という母語の習慣がこの日本語の中にも入り込んでしまって、の会うの人となったんですね。よくあの敵という言葉はのに変えられることが多いんですが、これは中国人に実に多い間違いです。ですからこういう場合はのはいらない、私が今日会う人はでいいわけですね。こののを取りなさいというふうに教えます。では次の例。この学校から卒業して国へ帰る予定です。この学校から卒業して国へ帰る予定です。これは英語を話す人の間違いですが、卒業するというのは私たちグラジュエイトと習いますね。グラジュエイト、その次には何が来ますか。グラジュエイト、グラジュエイトフロムなんですね。グラジュエイトフロム、ですからこの学校から卒業してになって、この学校を卒業してにならないんですね。ですからこれも英語の干渉を受けた例ですね。グラジュエイトフロムの干渉を受けた。では次を見ましょう。田中さんは私に本をあげました。田中さんは私に本をあげました。これは皆さんもあのモデルの実習のところをご覧いただいたから覚えてらっしゃいますね。あげる、くれる、もらう、日本語では実に厄介でしたね。その人の視点がどこにあるかによってあげるになったり、くれるになったり、もらうになったりするんでしたね。
ですから、まあこれは間違えても仕方がないというところでしょうか。もう一度、あげる、くれる、もらう、どういう違いだったのか考え直して、外国人に教えるときにはどうしたらいいか覚えておいてくださいね。では次の例。友達の信頼をしています。友達の信頼をしています。この例なんですが、もちろん友達ののこののがいけないわけですね。では私が今から申し上げる2つの文、ちょっと聞いてみてください。毎日日本語の勉強をします。ですか、日本語の勉強をします。それに対して、毎日日本語を勉強します。毎日日本語を勉強します。どうですか、日本語を勉強するも日本語の勉強するも両方とも使えますね。ですからこの人は友達を信頼する、友達の信頼をする、両方使えると思ってしまったんですね。ですから、まあこの場合、使える場合と使えない場合がある。どういう場合には使えるのか、どういう場合には使えないのかということを考えないといけませんね。この信頼をするという言葉なんですが、看護、信頼ですね、信頼は看護ですね、看護プラスするという扱いう場合に、のが使える場合と使えない場合があるということ。皆さん、これは看護プラスするでのが使える場合と使えない場合、リストでも作ってみるとよくわかると思います。では次の例です。私は東京を5時に行って仕事へします。私は東京を5時に行って仕事へします。まあ私のような読み方をすると、当然ここをと言いたいところですね。私は東京を5時に行って、このをはどうですか。私は東京を5時に行って仕事へします。ちょっと変だと思うでしょ。これはアラビア語圏の方の間違いなんですね。で、まあこれは助詞の間違いと思いがちですけれども、アラビア語圏の人にとってはあうおと3つの母音しかないわけです。ですからこのをですね、私は東京、なんと言いたいとこですか、東京へ5時に行って、それから仕事をします。この辺の東京へという音、えという音がないわけですね。ですからちょっとえと出てこなかった。そしておという音はアラビア語圏にあるからおと言ったわけですね。で5時に行って、それから仕事を、今度はおなんですけれども、おとえとどちらを使っていいかわからない。それで今度はこちらをえにしてしまったんですね。ですからこういう場合ですね、まあ文章では理解してるんでしょうが、音声で言おうとすると間違えてしまう。これは母音が、まあ、日本では5つあるわけですね。アラビア語では3つしかない。そういうことを私たちがこう心得ていて、そしてアラビア語の母語がどんな干渉をするか、そしてそういう干渉を受けると助詞、例えばえというのが彼らの母国語にないためにどんな間違いを犯すかということを知っておいた方がいいと思います。では次の例です。私田中さんここ買います。私田中さんここ買います。皆さん、どんな意味かお分かりになります？助詞が一つもないので、一体どんなことを意味するのか分かりませんね。私は田中さんとここで買いますでもいいですね。私は田中さんとここで買います。あるいは私は田中さんとここを買います、土地を買いに来たのかもしれませんね。まあいろんな意味に取れる。これも中国人の学生の間違いなんですが、助詞を抜かしてしまったんですね。で、助詞を抜かしてしまったために意味が取りにくくなった。では次の例です。あなたは私に本を、どうしましょうかこれ。寄りましたねと言いますか。あなたは私に本を寄りましたね。さあ、ここをどうしましょうか。どうしてこんなふうに間違えたんでしょう。これも実は中国人の間違いなんですが、この字を中国語では頼むという意味に使うんだそうです。
ですから中国人にしてみればこの同じ漢字日本でも使われているので、ここに入れてもまあ不思議はないということだったんでしょうね。このようにして中国語圏の学生たち、特に中国、韓国、台湾の学生たちですけれども、自分たちの国でも漢字を使っているということで、日本語の作文を書いたときに自分たちの漢字を使ってしまって間違える例もよくあります。こんなパネルご覧ください。今お話ししたのは漢字が違う意味で使われる場合でしたが、文章の中に例えばこのような台湾の文字が入ったり、このような中国の文字が入って、日本人にはちょっと意味のわからないようになることがあります。まあ、台湾の場合は雑雑雑比べてみてもそんなに違いませんね。ところが例えば中国の文字、こんな文字が入ったらどうでしょう。ちょっと私たちいくら日本語教師でも意味がわからなくなってしまいますね。広い広い、この場合はこれだけで広いなんですね。から続く続く、これご覧になってください。難しいでしょう。関係の関なんていうのはここの中だけ取ってるんですね。から発、こうですね。譲る、はい、伝える、この右側も分かりにくいですね。まさかそんな字日本語の作文には使わないでしょなんて思わないでください。中国の方の書かれる作文には実にこういう言葉が多くて、私はこうやって読んでいてもどういう意味で書いたのかなと思って、わざわざ学生にちょっとここに来てこれどういう意味聞かないとわからないことがよくあります。こういうご用例もあるんですね。では次の例を見てみましょう。この本は誰に書かれましたか。この本は誰に書かれましたか。ちょっと変ですね。どこが変ですか。この誰にのところですね。この本は普通私たちだったらこの本は誰によって書かれましたかと言いませんか。誰に書かれましたか。まあこの書かれるというのは受動態ですね。でなぜここが間違えたかということなんですが、もうちょっと考えてみましょうか。あのモデル授業でも皆さんに受動態のところをお見せしましたね。であの時にを使った、例えば泥棒に、誰だったかしら、泥棒にブディさんでしたね。ブディさんは泥棒に宝石を盗まれたというように泥棒にと使いましたね。それから電車の中で隣の女の人に足を踏まれるで2でしたね。ですから一応学生たちは2で受動態を覚えている。ところがこの場合は書かれるなんていう場合は によってと使った方がいいんですね。によってと使った方がいい、それが多分一緒になってしまったんでしょう。では次、田中さんは昨日山田さんと新宿で会いましたか。はい、山田さんと会いました。なんか答えが変ですね。もう一度読みましょうか。田中さんは昨日山田さんと新宿で会いましたか。はい、山田さんと会いました。どう考えてもこの山田さんっていうのは余計ですね。どうしてなんでしょう。田中さんは昨日山田さんと新宿で会いましたか。もうここで山田さんが、田中さんが山田さんと会ったというのはここでわかるんですね。ですから問題にしているのは会ったか会わなかったかなんですね。何を問題にしているか。ですからこの場合は、はい、会いました、問題にしている部分だけ答えればいいわけですね。でこの山田さんというのは普通基地の情報、すでに知っている情報、すでに知っている情報はここで省略できるという文法の規則があります。まあ基地の情報、つまり古い情報という言葉、旧情報という言葉があります。ここで覚えていただいたらいいと思うんですが、旧情報は文章の中で省略される。それからもう一つ、あまり大事でない情報も文章の中で省略される、まあ、こういうことは久野進さんという方のお書きになった談話の文法に書かれています。もし興味がおありの方は、まあ、他にもたくさんの例がありますからご覧になっていただくといいと思うんですが、こういうところですね。学生は省略するのを忘れてしまって答える。そうするとなんかおかしな答えになってしまうんですね。こちらが必要としている以外のことまで答えるという結果になってしまうということですね。では最後の例、あなたのほっぺたはまるでトマトのようだ。
あなたのほっぺたはまるでトマトのようだ。これはブルガリア語の、話す学生が答えたんですけど、トマトのようだと言われても、日本で売ってるトマトってあんまり赤くないですよね。最近はグリーンのトマトの方がよく売れる。赤いトマトはなんか一山いくらで安くなってしまうような傾向もあるかもしれません。私たちは普通、あなたのほっぺたはまるでリンゴのようだと言いますね。この形容の仕方も国によって違ってくるということです。さあ、語用分析いくつか皆さんにご覧に入れましたけれども、私たちが外国人に日本語を教えていると、このように語彙が違っていたり、あるいは文法の規則が違っていたり、いろいろなところで母語の干渉を受けていることに気がつきます。言語も世界にいろいろあります。そして多様な言語がどんな構造をしているのか、またどんな規則を持っているのか、どんな音韻組織があるのか、そのようなことを知っておくのも私たちに大変に勉強になることだと思います。よく私はこんなことを考えます。人間はどうして言語を覚えることができるんだろう。皆さんは狼に育てられた少女の話をご存知ですか。狼に育てられた、やっぱり人間だったのに四つん這いで歩き、いくつかの言葉を覚えたけれども早く亡くなってしまった。狼に育てられると話せない、なんか当然なようなことでいて大きなヒントを含んでいるように思います。それからもう一つの例ですが、これは本当の話、カラスの話です。皆さんのうちの周りにはカラスがたくさんいますか。私のうちの周りには一時カラスがたくさん集まった時期があったんですね。なんだか気味悪くて、カラスって怖いでしょ。近くでよく見ると大きいんですね。そのカラスが朝早くから実に奇妙な鳴き方で鳴くんですね。それもいろんな鳴き方をする。カラスのことがわからない私でも、確かに鳴き方に何種類かあるっていうのは分かりましたね。それでちょっと興味を持って本を読んでみましたら、カラスはその鳴き方によって危険を知らせたり、それから獲物のあることを知らせたりするんだそうです。ということを考えると、カラスにも言葉があるようですね。しかしカラスと人間の違いって一体何なんでしょうか。カラスはいくつかの確かに言葉は覚えるかもしれない。しかし人間のようにいくつも文章を重ねていって長い文章にすることもできないと思うし、それに人間は5歳か6歳になるとたくさんの語彙を覚えますね。その語彙にはカラスはとても及ばないと思います。どうして人間はこんなふうに言葉を覚えることができるんでしょうか。まず生まれた時から考えてみましょう。いや、生まれた時、あるいはその以前かもしれませんね。この頃はよく胎教ということが言われますね。お腹の中で赤ちゃんはお母さんの音をちゃんと聞いている。お母さんがイライラして怒鳴ったりするとそれが赤ちゃんに響くし、お母さんが優しい声でいつもいっぱい お父さんに愛されて、いつも幸せな声を出していると赤ちゃんも幸せになる。本当かしら。まあ本当か嘘かは別にして、とにかくそういうふうに言われてますね。そして赤ちゃんが生まれてくる。一番最初赤ちゃんっていうのはなんだかわけのわからないことを話しますね。お腹が空いてもにゃーにゃーだし、それからおむつが濡れても同じように泣きますね。私たちにはなんだか聞き分けられない。そのうちに赤ちゃんはなんかむにゃむにゃむにゃなんか話すようになります。私たちにはわかりませんが、赤ちゃんの言葉で話してるようですね。それは専門用語では喃語と言いますが、これも学者たちの研究では喃語、母国語の影響を受けてるんではないかと言われています。つまり日本で育った日本人の両親に育てられた赤ちゃんは、その日本語の影響を受けて喃語もどことなく日本語に近づいているんじゃないか。同じように例えばイタリア人のご両親に育った赤ちゃんだったら、イタリア語に近い喃語を話すということですね。でむにゃむにゃむにゃの時期が過ぎると、やがて赤ちゃんは一語文、一つの言葉の文を話すようになります。まあ最初に出てくる言葉はんまんまとかんぱんぱとかじゃないですか。まあこの言葉は世界で共通なようですね。そしてその一語文、まず出てくるのは名詞文、
文にはならないかもしれませんね。名詞です。何か一つのこと、それも身近にあるものを指して赤ちゃんは自分の言葉で話すようです。で、その一語文、名詞からやがて形容詞に変わっていく。いいですか？形容詞に変わっていく。そしてそれがだんだん動詞になるんですが、動詞が出てくるのは随分後のようです。ということを考えると、赤ちゃんの一語は動詞の役目も果たしているのかもしれませんね。まだこの辺の研究はあまり進んでいないので、残念ながらはっきりしたことは言えませんが、その赤ちゃんの一語がどんな役目を果たすのかというのもこれからの研究の課題でしょう。そして赤ちゃんはだんだん二語文、三語文と言語を獲得していきます。この二語文ですが、だいたいそうですね、二語文を話し出すのは、まあ赤ちゃんによって違うと思いますが、子供が言葉を喋れるようになるのはだいたい 2,3 歳ではありませんか。 2,3 歳ぐらいから二語文を話すようになる。最もその赤ちゃんによって1歳半や2歳ぐらいで二語文を話してお母さんをびっくりさせることがあるかもしれませんね。時によってはテレビのコマーシャルの真似をそのまましてお母さんをびっくりさせるかもしれない。まあいずれにしても 5,6 歳になるとだいたい日本語の文法の体系も固まってくるし、語彙もどんどん増えてくるようです。そして 5,6 歳までが人間の言語形成期と言われ、その後はどんどん語彙が増えていって複雑な文章が言えるようになってくるんですね。で、この人間が言葉を覚えるのは、人間がもともと持っていた性特性と言いますが、もともと持っていた性質によるものなんでしょうか、それとも後天的に備わったものなんでしょうか。さっきの狼少女の例を考えると、どちらなんでしょう、考えてしまいますね。もし後天的に備わったものだったら狼少女のようなことが言えるかもしれません。つまりそういう環境がなければ言葉を覚えない。先天的に備わったものだったらどうですか。まあそういう環境にあれば言葉を話すようになる。この辺ちょっと難しいところですね。私にもどちらかよく分かりません。いずれにしても人間には元来もしかしたら言葉を獲得する才能があるのかもしれない。そしてそういう環境が与えられればどんどん言葉を増やしていくということは言えそうですね。さて言語学いかがでしたか。もう一度今日勉強したことを振り返ってみましょう。言語学の分野です。まず音論、調音機関、アクセント、母音や子音について調べてますね。それから形態論、文節の性格をそれぞれの言語について調べるものですね。皆さん文節覚えてらっしゃいますか。それから統語論です。語と語の結合の仕方、語彙が変わっても文の構造は変わらないということをいたしましたね。統語論。そして意味論です。私たちがコミュニケーションできるのは共通の言葉に対するイメージがあるからだということですね。そして文字論、比較言語学。まあ各言語の類似性は同一的起源があるのではないか、その起源を遡って探る比較言語学ですね。それから社会言語学、今日ちょっと取り上げましたね。それから応用言語学。この応用言語学はどちらかというと実用的な目的のために利用する、例えば日本語教育でも英語と比較して利用するということがされています。さて言語学の範囲、実に広いものがありますね。今日勉強したことをもう一度振り返ってみると、まず言語学とその関連領域ということをいたしました。そして言語の本質、言語の特徴、ソシュールの概念についてもいたしましたね。ソシュールという言葉覚えていらっしゃいますか。それから言語の変異で地域方言と社会方言があるんでしたね。日本での社会方言の特徴は何でしたか。地域方言の中で出てきたカタツムリの話、それから東西対立がある話、東と西の境界線はどこでしたか。そして世界の言語、世界には実に多くの言語がある、そして語族というものがあったんでしたね。比較言語学、言語の接触。言語の接触ではフランス語についてどんなふうにフランス語が
流れてきたかということを考えました。そして実際の学生たちの間違いということで、母語の干渉、母国語がどんな影響を与えているかということでしたね。幼児の言語獲得の話、最後にいたしましたが、皆さんはどう思われましたか。さて、言語学、非常に広い範囲です。これはほんの入り口を覗いたにすぎません。もっと深く深く覗いてみたいものですね。これからも頑張って勉強を続けていきましょう。